函館市青函連絡船記念館マシューマルは、北海道函館市にある博物館船である、日本国有鉄道青函航,航路に就航していた、津軽丸型連絡船、マシューマルの船体を使用し、内部も一部現役当時のものを残している。津軽丸型第五船で、建造中の外原色は、薄緑色と乳白色で、当時就航中の発光だ丸や、 先行して建造中の大雪丸と同色で、就航中の正木丸の緑色と増下色とも似ていた。ため、春航直前に新幹線の色ということで、藍色とクリーム色に変更して就航した。就航後外弦上部は乳白色に戻され、さらにその後を増下色に変更されたりはしたが、新造時より煙突色は外弦下部と同色で、就航まで、 大きな図色変更はなかった。大雪丸、幼艇丸同様、搭載式機械重量増加による、機関部重量増加に対応するため、溝形プレスを施した薄鋼板、ハットプレートの使用範囲を増やすなどして、船体軽量化に努めたが、唯一の外反への使用箇所であった、公開甲板の甲板室外板への使用は、前後の消音機質の側面に限るなど三席中、 最も抑制的であった。本線から u 保 o 板室公壁の傾斜を直立とし、その分公開甲板を後方へ拡張できたため、公開甲板交端では、後部省音機室の後ろ側にも、旅客の歩行スペースができ、手すりを設けて、展望の便を図った。また、寝台車構想の準備工事として、車両甲板の全部機関室が濃い壁線尾側、 船2.3番船艦に短いプラットフォームと、そこから線路甲看板の2等で入り口広間へ登る階段が設置されたが、国鉄が目論んだ旅客を寝かせたままでの寝台車構想を運輸省が許可せず、結局寝台車構想は実現しなかった。しかし、この階段を使用することで、喫水線上約2メートルと低く、 岩壁との間に要因にタラップをかけることのできる車両甲板中央部の検問からの旅客の上下線が可能となり専用岩壁以外での客扱いができたためマシューマル、ヨーテーマル、トアダマルの3隻は青観航路外への周遊線や鉄道普通時の大行旅客輸送線としても使用された積載車両の横転を防ぐ公主禁定具は 津軽丸修工時から従来の重さ 20kg のハサミ式のターンバックル方式から 13kg の両側フック式に軽量化されたが、さらなる軽量化を目指した鎖のレバーブロック方式も開発され、マシューマル以降の車載客船、車両都船の選手側25メートルで採用された。なお、函館市青函連絡船記念館マシューマルの前身は函館シーポートプラザで、 マシューマルは、その一部という位置づけであった。箱館市青函連絡船記念館。マシューマル条例。古川達郎続連絡船ドック P295. 船舶技術協会1971。古川達郎鉄道連絡船100年の功績。P235 生残道書店1 9十8古川達郎続連絡船ドック P41。 船舶技術強化1971古川達郎鉄道連絡船100年の功績 P166 生産道書店1 9百8十8古川達郎鉄道連絡船再建 P148 j t p Publishing 2 0 0古川達郎族連絡船ドック P139 から143船舶技術強化1971 古川達郎鉄道連絡線100年の功績 P282-283 生山道初展1988-1967年8月1日の規定改正で線尾水密扉で閉鎖された車両格納所要石が相当数に加算されなくなった古川達郎鉄道連絡線のその後 P46-47 生山道 書店 2002AB 鉱石 P329、国鉄青函船,船舶鉄道管理局1 9 7中華、古川達郎続連絡船ドック P11、船舶技術協会1971青函、連絡船栄光の鉱石 P371、青函連絡船用目標。 国鉄青函船,船舶鉄道管理局1978三菱造船長崎造船所が落札し、1964年5月2日には契約成立していたが、1964年6月1日、三菱造船、新三菱重工業、三菱日本重工業が合併し三菱重工業となったため、発行黙る建造の実績のあったもの、 新三菱重工業神戸造船所で建造された古川達郎連絡船ドック P12 船舶技術、協会百9 6 6 6月のニュース解説船の科学17巻7号、p 7 1百9 6 4古川達郎鉄道連絡船100年の鉱石 P162、西山道、書店1908、18、奇仙魔衆丸履歴言語日本国有鉄道鉱石。 P345 国鉄聖刊船,船舶、鉄道管理局19788月のメモ帳鉄道ピクトリアル25巻11号、P901975 聖刊、連絡船栄光の鉱石 P177178 北海道旅客鉄道株式会社1988鉱石 P242 国鉄聖刊船,船舶、 鉄道管理局1970派。ABC 古川達郎鉄道連絡線1 0 0年の、公席、P250 生山道、初点1988。古川達郎鉄道連絡線1 0 0年の公席 P314, 生山道、初点1988。坂本幸四郎和が青春の生館連絡線、P20 から30工人、車1989。 古川達郎鉄道連絡船のその後、P5 生山道、書店2 0 0 2にマシューマル回収へ17年ぶり、高校から北海道新聞旧生館連絡船、マシューマルお色直しを栄接願北海道新聞、ハット ABC 特定非営利活動法人語り継ぐ、生館連絡船の会、車両看板、機関室は見学できないのですか 箱館市生管連絡船記念館マシューマルウェブサイト2017年8月21日閲覧生管連絡船170便火災に関するカテゴリーありがとうございます